まあ、比較という単元はこれ主役が形容詞と副詞なんです。例えば時制っていう単元があったんだけど、現在形、過去形、現在完了、現在進行みたいな、これは主役は動詞なのよ。動詞の形が変わるじゃん、過去形って、ね、現在形とか過去形とか、ね、これ何々形で、これ動詞の形のことでしょ。比較っていうのは主役が形容詞副詞で、例えば通るって形容詞でしょ、背が高いっていう、通る、トーラー、トーレスト、でこれを元、そう、これを最後、そうそうそうっていう風に9ね、動詞は形、形容詞副詞の変化は9なわけよ。つまり形容詞副詞の変化ってことでしょ。うん、例えばホットはスペルは青、ブルー、おブレイ、それお前だろ、ブレイ、何ブレイって、形容詞だよ、ブルー、ブルーブロード、これ服ってこと、帽子、青い、これ E で終わってるじゃん、 E で終わったら E を残したまま R 足すんだよ、これは重ねるんでしょ、これ重ねて EST じゃん、これは E はいらんやん、元々ついてるから、より青いでしょ、これ一番青いがブルーエスト、ST でしょ。じゃあ早い早く、これは形容詞で終わります。これは形容詞だよね、ホットはブルー形容詞、アーリーは早いと早くって両方あるんで、アーリーはアーリア、スペルは YARLIER、 そう、 Y を I に変えて ER だね、でアーリア、スペルは LIST、 そうだね、はい、これが規則変化ですね。規則変化の単語ってどんな単語かって知ってる？一言で言ったら短いやつですよ。一音節、もしくは二音節の一部。二音節でも違うやつあんねんけど、一部。じゃあ僕島田って言いますけど、島田って単語には音節が何個あるかっていうと、これ一つ目、これ二つ目、これ三つ目、つまり母音の数です。これ一つ目、二つ目、三つ目、だからこれ島田っていう単語は三音節の単語だ。B の固定を外すことによって、はい、猫、これ何音節？あ、そう、どっち？二音節。どことどこ？キャット、キャットっていう英語で、日本語でキャットって言ったらトーやから母音じゃん。でも英語ってさ、キャットって言わないやん、キャット、これ子音でしょ、これ母音ないでしょ、だからこれ一音節、だから子音で終わってる、だから英語は子音で T の音なんで、息だけ出てるけど、ね、
って言っても例えば子音と母音の違いって何かっていうと子音は息なんですね。だから例えばトートートーって言っても動かない息で出ないからトートーって出てないでしょ。でもキャットでしょ、これキャットどうでしょう。子音っていうのは動くんですよ、髪が息で出るから。母音っていうのは息で出ないんで出ないんですよ。そう、子音は息です。息母音は息ないです。音だけです。あーって言ってるだけで息が入ってないんで髪は揺れないんです、うん、そうそうそう、これは英語の発音の基本なんですけど。でよく間違える人がなんか AIUEO の数って思う人がたまにいるんですよ。そうじゃないね、あのスペルじゃないから、音だから。これ例えば、じゃあ例えば FBI ってあるんだよ。これ IUEO って、まあ、これはあるけどこれ読み方が FBI って読むじゃん。 FBI って読むでしょ。だから母音ってここと FBII で4音節でしょ。これ文字だけ見たらさ I しかないから1音節っぽいじゃん。でも実際読むと FBI だから A で B で I で4音節でしょ。これだからこれちなみにさ彼は FBI ですって時 He is an FBI だよね。だって A だから。そう、じゃあ別に今日音節の話がしたいんじゃなくて、これ何音節？1音節やんね。これはでしょ。じゃあアーリーは？アーリー2音節でしょ。あとリーでしょ。 Y の上の I って音と I って音とここのアって音でしょ。2音節やんね、これ。そう、この音節ってアクセントが乗っかるんですね。英語ってアクセントが必ず第一強制って言ってアクセントがあるんですよ。強く読むとか、あの発音記号で見たらなんかこういうやつ、うん、これ第一強制って言います。一番強く読むとこ、これは必ず母音の上です。そしたらまずやっていこうかね。アメリカ人が島だっていうときに絶対母音のどっかの上に乗っけるのアクセント。島だ島だ島だなの、のどれかなんで絶対。でもキャットは母音が1個しかないからキャットしかないのよ。で今さ問題でさ、これもFBI か FBI か FBI か FBIE なんだよ。